香港大使駅襲撃事件は2019年8月31日の夜同日に抗議が行われた後香港警察が MTR 大使駅で市民に対し無差別攻撃を与えた事件8月31日に発生したため831 8月31日の大使駅事件8月31日の MTR 駅事件831事件 大使テロ事件とも呼ばれる。警察官に暴力を受ける乗客。列車に突入してきた警察官に怯える乗客。大使駅にて、新中派市民と民主派市民の小競り合いをきっかけに、警察の特殊戦術招待の隊員らが、MTR の車両までデモ参加者を追いかけて、催涙スプレーを噴射した上、無抵抗の参加者を警棒で、次々と殴打する。警察は、 黒社会だと叫ぶ人を映した動画がテレビやネットで繰り返し流れた。特殊戦術招待の突入後、駅構内は完全に封鎖され、マスコミはもちろんのこと救急隊員すら締め出された。この後、警察は負傷者を大使駅からではなく、特別列車で別の駅に移送してから病院に搬送したという。この事件における負傷者数の発表が当初、 警察発表と消防発表で3人食い違っていたこと、香港 MTR が事件当時の監視カメラ映像を一部しか開示しなかったことから、この3名は警察により殺害されたと民主派市民の間で信じられているが、真相は分かっていない。この事件は2019年7月の元明襲撃事件の警察バージョンと説明されており、警察は テロリストのように振る舞うと非難されています。数人の抗議者が駅で殴打ーーされて殺されたという噂が広まったが、警察は否定した。しかし、駅の一つの出口の外に住む人々のグループによって追悼の集会が開かれた。ありがとうございます。